どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は量販店やネット通販と同じぐらいの金額で納期が買えるのに素人でも納期のプロに相談ができて最適な道具を提案してもらえてしかも実際にその道具を自分で使う体験もできて購入後は試運転やアフターフォローまでしてくれるという夢のようなサービス方針特約店を紹介したいと思います。千葉県木更津市にある星野納期さんにお邪魔してます。星野さんです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらは工具メーカー光信さんの光信特約店の加盟店です。このような加盟店は全国に180店舗もあるそうです。光信特約店では雑草や庭木の手入れなど庭のお困りごとに対して最適な道具の提案をしてくれて実際にそれを使ったりとか試運転とかアフターサービスまでしてくれるそうです。納期店と聞くとプロの農家の人向けのお店というイメージがありますが実は素人の家庭菜園をしている人も大歓迎ということなので本日は私の悩みを相談したりとか道具を使わせていただこうと思います。庭があるお家に住んでいる方でお困りごとがある人はぜひ最後までご覧ください。はい、それじゃあ早速私の庭の悩みを相談したいと思います。私の自宅で庭と、小さな果樹というか木が植えてあるところがあるんですけれども、はい、そこの雑草でちょっと悩んでまして、はい、なんかどういう道具を使うのがおすすめですか？はい。まあ、庭の広さはどのぐらいの広さがあるんでしょうか？広さは、幅は3メーターぐらいなんですけど、はい、まあ、長さ的には全部こう含めると20メーター弱はあるかなっていう感じです。うんうん、まあそうすると、どちらかというと、こういう広いっていうイメージでなくて、まあどちらかというと、ちょっと小回りの効くような、まあそういった商品で、まあ小型の草刈り機があるので、そういった商品がまあおすすめかと思います。それと、まあその庭とは別に、もうちょっと広めの畑もあるんですよね。はい。そこも草が結構、わんさか生えてきてまして、うん、こっちも、はい。その草刈り機であればいいですかね。そうですね。まあ一言で言っても、まあ草を、まあ、なくすという意味では広いイメージですと、草刈り機以外でも、まあ除草剤を使える充電器の噴霧器というのもありますので、まあそちらの商品もおすすめかと思います。なるほど。今、草刈り機と、あと噴霧器っていう話が出てきたんですけど、はい、まあ、ちょっと、どっちの方がいいのかまだわからないというか迷ってるんですけど、はい。どっちの方がいいですかね。うん。そうですよね。そこやっぱりまあ、お客様の方で使ってみないとわからないというところもあるので、じゃあ、その、草刈り機と噴霧器というのを、じゃあ実際に使ってみますか。あ、実際にこう、使ってみることができるんですね。はい、大丈夫です。ただ、ちょっとまだこの段階では、正直、買うかどうかわかんないんですけど、それでも使ってみて大丈夫ですか？もう全然大丈夫です。まあ、そのための実演でもあるので、はい、ぜひ使ってみてください。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと実際にそれを使わせてもらいたいと思います。ちょっと暑いですが、外に移動しましょう。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで外に移動してきました。これが先ほどおすすめしていただいたものですね。はい、そうです。こちらの草刈り機が充電式の草刈り機で、小型の草刈り機で、小回りの効く草刈り機です。これが小さなお庭とかそういったところにすごく向いているということなのでちょっとここにちょっと小さなお庭を想定した場所を作りましたのでここで実際にこれを使ってみたいと思います。狭いところまでなかなか綺麗に枯れますか？そうですね、はい、間際というかギリギリまで攻めれますね、はいはい、狭いところでも枯れますね、はいはいはい、では次の草刈り機はどんな草刈り機でしょうか？はい、
こちらの草刈り機は、先ほどの小型の充電式の草刈り機よりも、一回り大きな広い面積のところで刈れる充電式の草刈り機となっております。ではこれから実際に作業の方をしていきたいと思います。こちらの真ん中のパイプのところで取り外しができます。ここのところで分割ができます。そうすることによって乗用車等の室内のちょっとした狭いところでもこのようにして持ち運びができることになります。続いてこちらの製品はさらに広いところの管理をするのに適している充電式の噴霧器になります。このようにノズルの先からグラカバー、除草剤のこのカバーを通して今作業が来ている状態です。まあこのように歩くスピードで綺麗に管理ができますので、草刈り機よりも広範囲で早く簡単に作業が行えることになります。例えばもっと広い面積をもっと効率的に、はい、除草剤巻きたいと思ったら、その場合はどうしたらいいですか？はい。こちらのものは、除草と、あと、まあ、一般の防除用として作られておるのですが、もう一種類の方は、高圧用の使用の噴霧器というのがございます。そちらの噴霧器は、低圧と高圧の切り替え式のコックがついておりますので、そちらの方を操作することにより、低圧高圧になります。そちらの製品でもオプションとして除草剤用のノズルがカバーがついておりますので、そちらの方をつけていただくと今のこちらの製品よりもより早く効率よく除草作業が可能になっております。はい、というわけで、先ほどからたびたび登場しているこちらのバッテリーなんですが、なんかいろんなものにも使えると聞いたんですが、どんなものに使えるんでしょうか？はい、充電器の草刈り機、バッテリーの、そちらの製品と、あと、その後にやりました、使用式の噴霧器、それと、これから始めます、チェーンソー。チェーンソーも、こちらに今持ってきてあります、二機種。ポールチェーンソーと、あと宮崎さんの持っているトップハンドルのチェーンソー。それと、あと、これからやります、ブロワー、あとヘッジトリマー。どうもこちらの18ボルトのチェーンソーで使えてことが可能となっております。じゃあ早速こちらを使ってみたいと思います。じゃあこれで切ってみたいと思います。はい。こんな感じで大丈夫ですか、ね？はい。それでいいですね。でなるべく切るものに対してチェーンの先のところで少し当てるようにして、はい。これで、はい、切っていただいて。大丈夫ですね。いきます。はい。はい。きれいに切れましたね。こんな感じで。はい。よかったです。はい。うん、よかったです。はい。切れました。はい。じゃあ、火を。切ってみます。足はこんな感じでいいですか？はい、いいですね。じゃあ、いきます。で、待って、はい、その時に弾かれないように、しっかり持っててください。はい、当てると、はい、跳ねてきますんで。はい。はい。はい。切れましたね。綺麗に切れましたね。あっという間に切れますね。あっという間ですね。はい。ノコギリとは違いますね。はい。で、はい、まあ、これの、もっと元の方から当ててあげると、もっとチェーンソーが安定して切れるんで。わかりました。はい。もう一回、やってみます。はい。はい。なるほど。で、こう、本当は使うんですね、チェーンソーって。あ、こう、ね、こうじゃなくて、こう。あ、こう。ここを支点にして、こう切っていくんですね。ああ、なるほど。はい。ここで。はい。
もう一回言ってみますか。もう一回やっていいですか。はい。これ、めちゃくちゃ気持ちいいですね。そうです。はい。なるほど。綺麗に切れましたね。綺麗に切れましたね。はい。それじゃあ、星野さん。次はこれは何でしょう。はい。こちらの製品は、コーシンさんの今度は、充電式のポールヘッジトレマーになります。垣根の高いところを綺麗にするというヘッジトリマーになります。ではこれからこちらの方の刈り込みをしていきたいと思います。刃が回ったら、この刈り刃、ブレードのところをちょっとこういうふうに斜めにしていただくと、はい、ここのところが綺麗に、こう水平にするよりはこうちょっと角度をつけていただいて、で上の方に向かって、下から上のにこういうふうにして、出ている枝をこれで切っていきます。切るところの深さはこれのネットがあるので、ネットもここに行ってしまうと絡んでしまうので、このネットの手前あたりを上の方に向かってこう刈っていくような感じですかね。はい。わかりました。じゃあ、やってみます。はい。こんな感じでしょうか。そうですね。もう少しゆっくりがいいかもしれないですね。あ、ゆっくり。はい。で、上の方までもっと。あ、上まで。はい。ちょっとぐーっと。ぐーっと。はい。で、下気をつけて、下がって、下がって、はい。で、もっとぐーっと。もっと、そうですね。はい。そうですね。で、ここは、ね、残ってるのを外していきます。はい。そうですね。で、この辺も出てるんで、はい。こういう感じで、横は綺麗になりますね。はい、これって、はい、上はどうしたらいいんですか？はい。この上のところは、コーシンさんのこのポールのヘッジトリマーは、はい、ここのところで段階別で角度を変えられますので、ここのところでこういう角度にしていただいて、で、上のところはこれで切っていただけるんですね。なるほど。はい。右側の方へとこう。ここで一回振ってもらってもいいですかね、こういうふうに。あ、なるほど。こういう感じです。そうですね。もうちょっとゆっくりですね。で、もうちょっと下ですか。はい。もうちょっと、はい。こんな感じですね。で、もっと向こうの方までもっと、一本だって、はい。あ、そうですね。はい、綺麗になりましたね。綺麗になりましたね。はい。これがなかなか高いところなんで、はい、このポール式のヘッジトリマーがないと、脚立を使ったりして、結構上の作業なんて危険伴うんですけども、はい、これがあると安全にね、下のこの地面で自分が立ってる位置から刈ることができますので、安全性もやっぱりいいと思います。はい。確かに。ここはもう、この形がぴったりって感じですね。そうですね。上のところはこれで、はい。角度がちゃんと綺麗に出て、上の面も綺麗になりますので。はい。今度、それは何ですか？はい。これはコーシンさんのスマートシリーズの 18V のブロワーの製品説明になります。ブロワーを使うとしたら、なんかこういうゴミが散らばってるとか、そういう時に使う道具ですかね。そうですね。主にこの、まあ、下のこういうところのゴミがまとまったところを、まあ、ほうきの代わりじゃないんですけども、大きくこう、広いところの面積を、まあ、落ち葉などをこういうブロワーを使って、素早くね、集めたりするの道具になりますね。では、これから実演の方をしていきたいと思うんですが、その前に、まあ、こちらの特徴として、風量が2段階ありまして、まあ、1と2という、強弱がありますので、こちらのね、まずどのぐらいの違いをね、見ていきたいと思いますので、まずじゃあ1の弱の方で飛ばして、この下のところをね、飛ばしていきたいと思いますので。まあこれが今見ていただいたのが1の弱の方です。今度はこれだけのね、1で弱でまとまった
この葉っぱを今度2の強い方の強の方で飛ばしていきたいと思いますので、それのね、比較をね、見ていただける方にしていただければと思いますので。じゃあ行きます。すごい。全然こういう感じですけども、ね、これのあの、1と2、強と弱のね、これの差が分かったかと思いますので、はい。1、2、どっちがおすすめですか？あ、最初はあの1で。1で。はい。わかりました。その差をちょっと比べてみてください。はい。はい。なんか、そよ風って感じですか？あ、そよ風、そうですね。まあ、ちょうどあの、まあ、あの、適してる言葉ですね。はい。2を。2の方で、はい。お願いします。すごい。気持ちいいですよね。気持ちいいです、ね。爽快ですよね。もう突風、台風みたいな感じですね。はい、そうですね。こんなに簡単に綺麗になるんですね。そうですね。はい。まあ、それだけあの風量も強いと思いますので。はい。すごい、ストレス発散にも効きそうです。はい。そうですね。はい。はい。それでは、実際いろいろ機械を使わせていただけてありがとうございます。体験すごい楽しかったです。やっぱりこの機械を体験できるっていうのは、量販店とかネットの販売だと、できないことなので、高新特約店の強みだなと思いました。で、他にも何か高新特約店さんならではのいいところみたいなのってあったりしますか？高新特約店では、修理、アフターサービスも充実しておりますので、とても安心できるお店だと思います。なるほど。修理とかアフターサービスもやってるんですね。で、ただ、悩みにあった提案をしてもらえて、実際機械も使えて、で、その上、修理、アフターサービスもしてもらえるって聞くと、なんか逆に、ネット販売とか量販店よりも販売金額が 1.5 倍ぐらい高いんじゃないのかなみたいなの疑っちゃうんですけど、そんなことはないですか？そんなことはなく、量販店、ネット販売店の価格とほとんど変わりなく安心して購入ができます。なるほど。なんか金額が変わらないのであればサービスが充実している方がお得ですね。で、ただ、農機店っていうと、やっぱりどうしても、プロの農家の人向けのお店っていうイメージがあって、家庭菜園やってる素人の人だと、来ていいのかなって不安だったりとか、あとは事前に予約とかが必要なんじゃないかなって思ったんですけど、そういうのって必要ですか？家庭菜園の愛好家の方も、たくさんお店の方にお越しいただいております。お客様へと、親切に対応していただけるお店でもありますので、安心していただけると思います。あとは予約はどうですか？予約もお店の方に予約をしていただかなくても、その場でお店の方で対応していただけるので、そこも安心だと思います。なるほど。ありがとうございます。例えば、どんなお客さんがいらっしゃるんですか？まあ、ご夫婦で来られたお客さんがいまして、まあ、草刈りというと、まあ男性の方が多く草刈り機を使うというイメージがあるんですが、まあ女性の奥さんの方が草刈り機使ってみたいんだけども、なかなかうちのものが草刈り機使うと危ないから使えないっていう話が、まあそのところでお話がありまして、まあ高新のバッテリーの充電器の中でも小型の草刈り機がありますので、そちらの方をそのご夫婦の奥様の方にお話をして、で、まあ、そのぐらいの小型の草刈り機だったら、お前でも使えるんじゃないかっていうことで、ご夫婦で相談されて、小型の草刈り機をご購入されたという経緯もありました。じゃあ、やっぱりこう、お客さんの希望とか、そのあったものっていうのを星野さんの方からこう、提案をして、実際お客さん買っていかれたっていうことなんですね。そうですね。はい。というわけで、今回は星野直樹さんにお邪魔しまして、高新特約店について説明をしました。本日はたくさんの機械を使わせていただきありがとうございました。すごく楽しかったです。ありがとうございました。高新特約店については概要欄にリンクが貼ってあります。
そこから皆さんのご自宅の近くにある更新特約店を探せますので、ぜひどんなお店があるのか調べてみてください。更新特約店は全国に180店舗もありますので、皆さんのご自宅の近くにもお店があると思います。ぜひお店に行ってみてください。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思う人はぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。